君は若い頃に過ちを犯したことはあるかな？遡ることおよそ65年前の1958年1月29日、アメリカ・ネブラスカ州。ここに19歳の男と14歳の女という若いカップルがいた。二人は彼女の家族を皮切りに出会う人を次々と殺害。その人数はわずか8日間でなんと10人にも上ったんだ。そしてようやく逮捕された二人。裁判の結果、彼氏は死刑となり電気椅子にかけられることになった。そして彼女はというと終身刑となり刑務所へ送られたんだ。しかし刑務所に送られてからも幼い彼女は必死に声を上げ続けた。それでも彼女の声はなかなか受け入れられなかったんだ。彼女が訴えていたその内容とは、私は殺人なんてやってない。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリ。おそすけんちゃんです。やみやみこです。アルゴメトリの姉妹チャンネル、このアルゴ X では世界中の歴史や事件深掘りしていきたいと思います。それでは早速ルナを呼んでいきたいと思います。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナテミスだ。今回ご紹介するのはまだ若いカップルが11人を殺害しアメリカ中に衝撃を与えた事件だ。当時殺人鬼カップルとして非常に話題になったカップルなんだが、この事件には大きな謎が残されているんだ。2人はなぜ犯行に至ったのか、そして事件の真相とは。メトラーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてほしい。ではまず事件の詳細を見ていこう。幼い殺人カップル。遡ることおよそ65年前の1958年1月21日、アメリカ・ネブラスカ州、ガールフレンドの家へと向かう一人の青年がいた。彼の名前はチャールズ・スターク・ウェザー、19歳。そしてチャールズが当時交際していたのは5歳年下のカレン・ハワード。しかし年の差ゆえか、お互いの両親に交際を反対されていた。そしてこの日、彼はとんでもないものを持って彼女の家に向かったんだ。どうしたの？扉を開けたカレンの母ベルダは一瞬ぎょっと驚いた。チャールズの手に握られていたもの、それはライフル。普通ライフル持って彼女の実家になんて行かないと思うだろう。しかし彼にはちゃんとした理由があったんだ。マリオンさんと狩りに行こうと思ったのですが、いらっしゃいますか？家には母のベルダ、義理の父であるマリオン・バートレット、父親違いの妹2歳のベティがいた。その後学校から帰ってきたカレンも加わったんだが、2人の交際について次第に両親と口論に。さらにチャールズと両親は揉み合いの喧嘩に発展してしまう。そしてついにチャールズは両親をライフルで射殺。さらに泣き叫ぶベティをライフルで殴り殺したんだ。一瞬で3人を殺害したチャールズ。これだけでも信じられないが、さらにチャールズは狂気じみた行動に出る。2人は部屋を片付け、その後1週間、死体のある家で生活したんだ。1週間も死体と一緒に暮らすという図太い神経を持つ2人。しかしバートレット家の人々の姿を見かけないことを不審に思った人々が何人も家を訪れていたんだ。その家の前には張り紙がされていた。全員インフルエンザにかかっています。立ち去るべしミス・バートレット。親族が訪ねてきた際もカレンはインフルエンザだと言って追い返していたという。それでも血のつながった家族の目をごまかすことはできない。違和感を感じた祖母は警察に通報。間もなく到着した警察が家の中に突入すると、そこでバートレット一家3人の死体が発見されるんだ。しかしそこにチャールズとカレンの姿はない。悪運が強いのか、2人は警察が現れる直前になって車で家を後にしていたんだ。ところがここでチャールズはミスを犯す。警察から逃れようと運転を焦ったのか、車をぬかるみにはめてしまい身動きが取れなくなってしまったんだ。逃亡のためにどうしても金が欲しかったチャールズはここで近所に住む老人を殺害。逃亡資金100ドルと拳銃を奪うことに成功するんだ。2人は次にヒッチハイクを観光。そこに通りかかったのは一組の哀れなカップル。17歳のロバート・ジェンセンと16歳のキャロル・キングだった。彼らの車に同乗させてもらった後、車を奪うため当然のように殺害。そして2人が奪った車で向かった先はなんとバートレット家。そこでパトカーが家の周りに
止まっているのを見て死体が発見されたことに気づいたという。その後二人が向かったのは町で一番裕福な地区、一番大きな家に住む夫婦とメイドを殺害し金を奪って再び逃亡したんだ。とにかく逃走のために殺人を繰り返しながら逃亡するカップルに町中はパニックに陥る。ついにはネブラスカ州知事が州兵を招集し FBI の捜査が開始。そしてなんと市長から1000ドルもの賞金がかけられたんだ。一方その頃2人はというと町を出てワイオミング州へと向かっていた。その途中自分たちが指名手配されていることを知ると車を止めて昼寝をしていた男性を殺害し別の車を手に入れている。しかし奪った車を発進させようとするも運悪く非常ブレーキがかかってしまい発進できなかった。するとそこに君たち何やってるんだい？たまたま保安官が通りかかったんだ。これは警察からすると千載一遇の大チャンスだった。しかしここでチャールズにとって予想外の出来事が起こるんだ。保安官の呼びかけに真っ先に反応したのはカレン。彼女は後部座席から飛び出し保安官にこう叫んだ。助けて、彼は人殺しなの。カレンの行動にチャールズは慌てて元々乗っていた車に戻り逃亡。ここから保安官とのカーチェイスを繰り広げることになる。しかしチャールズの悪運もここまでだった。保安官が撃った弾が命中し負傷して運転できなくなった彼はついに逮捕されたんだ。カレンの家族から始まりわずか8日間で10人を殺害したチャールズとカレン。その結果チャールズは死刑を宣告されてしまうんだ。メトラーの皆さんはここまで聞いてチャールズの死刑もやむなしと思ったのではないだろうか。ただ彼が死刑になったのは一つの選択を間違ったからに過ぎない。どういうことかというとチャールズはネブラスカ州とワイオミング州の両方で殺人を犯していたから自分でどちらで裁かれるかを選ぶことができたんだ。それではここで本日のメトラーキーワード、アメリカの死刑制度について。アメリカでは連邦と州レベルでそれぞれ死刑制度がある。連邦で死刑となるのは国際テロや麻薬関連の殺人、州をまたぐ重大犯罪など。2021年時点で全米50州のうち23州と首都ワシントンが死刑を廃止、3州が執行を停止しているが連邦政府と24州では存続している。ある調査では死刑に賛成する国民は 55% で反対の 42% を上回っているんだ。チャールズはワイオミング州かネブラスカ州どちらで裁かれるか選べたが、どちらも死刑になると思い出身地のネブラスカ州を選んだ。しかしワイオミング州知事が死刑反対派だったことからワイオミング州を選択すれば終身刑になっていた可能性もあったんだ。もしチャールズがワイオミング州知事が死刑反対だったことを知っていたらまた違う未来が待っていただろう。こうして死刑宣告されたチャールズだが、彼は5歳年下のカレンとどうやって出会ったのだろうか。2人の始まりを見ていこう。社会が憎い。1938年11月24日、チャールズはアメリカネブラスカ州リンカーンで7人兄弟の3番目として誕生。貧しい家庭だったが、必死に働く両親のおかげで家庭環境は良く、生活に困ることはなかった。しかし、学校に通うようになり、状況は一変。実はチャールズは足が曲がっている障害や軽度の発話障害を持っており、このことでいじめを受けるようになる。ただチャールズは障害は持っていたものの運動神経は良かったため、年を重ねると次第に力が強くなっていったんだ。すると今度はいじめられた人に復讐するようになっていく。その結果喧嘩を繰り返すようになり、近所でも有名なチンピラになってしまったんだ。そして1956年、そんなチャールズに運命の出会いが訪れる。親友のボブのガールフレンドから妹を紹介されたんだ。その妹こそがあのカレンだった。カレンに一目惚れしたチャールズはその後4人でのダブルデートを重ね仲を深めていったんだ。こうして無事カップルになった2人だが、ここから2人の前に様々な困難が立ちはだかる。それがきっかけでチャールズの考えはだんだんと変わっていってしまうんだ。チャールズは16歳で学校を中退し、カレンの学校の近くにある倉庫でトラックの積み下ろしの仕事を開始。しかしとある事故をきっかけにチャールズは家を追い出され、下宿先へと引っ越すことになる。彼の両親との関係もこじれ、カレンが生活の中心となっていくんだ。その後チャールズはゴミ収集の仕事に転職。ゴミ収集の仕事は終わる時間が早く、カレンが学校から帰る時間には仕事を切り上げるためだった。しかし賃金は安く、カレンはおろか自分すら養えない現状。家賃も払えなくなったチャールズはついに下宿先を追い出されてしまう。お金も家もなく、貧しさから生活にも困るチャールズ。裕福な家庭からゴミを集める中で階級差を思い知らされる日々を送っていた。そして追い込まれたチャールズはある考えに取りつかれてしまう。
底辺から抜け出すには犯罪を犯すしかない。そして最終的にある考えに至る。その考えとは、死ねば皆平等だ。こうして社会を憎み、連続殺人犯となったチャールズ。しかし逮捕された後、裁判で問題となったのはむしろカレンの方だったんだ。食い違う証言。殺人容疑で逮捕されたチャールズとカレン、連行される際、チャールズが最初に言った言葉は、手荒なことはしないでくれ、彼女は何もしていないんだ。この言葉だけでもカレンへの愛を感じるだろう。逮捕後もチャールズはカレンは犯罪と無関係であると証言。しかし彼は警察から予想外の事実を告げられることになる。カレンだが、自分はチャールズの恋人ではなく人質だったと証言しているぞ。これは本当か？なんとカレンは自分は殺人には関係していないと語った。それを聞いたチャールズは怒り狂った。なぜならチャールズはカレンと共に逃げているつもりだったからだ。しかしこの裏切りによってチャールズは証言を180度変えてしまう。カレンだって二人殺してるぞ。チャールズによるとカレンが殺したのはヒッチハイクした若いカップルの女性キャロル、そして豪邸のメイドの2人。特にキャロル殺害についてカレンは、車から離れていた隙にチャールズが撃ち殺しましたと証言している。一方のチャールズは、俺がキャロルに興奮したから嫉妬したカレンが殺したんだと主張し食い違っている。実際キャロルの遺体はジーンズとパンツを足首まで下ろされ、腹部と陰部を繰り返し刺されていた。確かに遺体の状態から考えるとカレンが殺害したのかと思われても仕方がないだろう。しかしカレンが人質だったという状況証拠もあるんだ。カレンはこんな証言もしている。家族を人質にされて、従わなければ家族を殺すと言われたんです。だからチャールズと行動を共にしました。そして証拠の一つと言われているのが、家族を殺した後にカレンが家の扉に貼った張り紙。この張り紙の最後に書かれていたミス・バートレットに該当する人がいないというんだ。カレンは当時実の父親であるハワードの姓を名乗っていた。また既婚者のベルダはミセス・バートレットとなる。そうなると他に該当するのは義理の妹ベティのみ。しかし当時まだ2歳だったベティにそんな文章が書けるはずがない。つまり該当者のいない張り紙を貼ることで来訪者に異常事態を知らせようとしたというんだ。ただカレンの他の証言の中には矛盾点も見つかっている。殺人について認めていないカレンだが、10人全ての殺人事件に立ち会ったことは認めている。ところが全ての殺人となると家族が殺されていることも知っていたことになり、家族を救うためにチャールズと行動していたという主張と食い違ってしまうんだ。さらにチャールズはこう証言している。彼女は何度も一人になっていた。いつでも逃げることができたはずだ。確かに8日間一緒に行動していたものの、外に出ている以上一度も一人になるタイミングがなかったとは考えにくいんだ。もちろん家族を殺されている以上、逆らったら自分も殺されるかもしれないと考え従っていた可能性もあるから、何とも言えないところだ。ところでメトラーの皆さんは、俺が最初に11人殺害したと言っていたのを覚えているかな？今のところ殺したのは10人となっているが、実はチャールズの最初の殺人はバートレット一家ではなかったんだ。一人目の犠牲者。未成年のカップルの連続殺人事件は当時センセーショナルに報じられていた。するとチャールズは若者の間でカリスマとなり、ファンクラブまで結成されることになる。そのきっかけとなったのが当時アメリカでスターだったジェームス・ディーン。彼は孤独と反抗の象徴として崇められていたんだ。チャールズもそんなジェームズに憧れ、服装や髪型、仕草を真似ていたことから若者はチャールズにも憧れを抱いたのだという。しかし彼の実態は若者の憧れとは全く異なるものだった。チャールズはほとんどの殺人を正当防衛と述べ、全てを人のせいにしていた。そしてそれは最初の殺人でも同様だったんだ。カレンの家族殺害の2ヶ月前、チャールズはガソリンスタンドに寄った。そこでたまたま見つけたのは犬のぬいぐるみ。カレンにプレゼントしよう。しかし財布にあったのはわずかな現金のみ。仕方なくクレジットを店員へ渡した。すみませんがクレジットはお使いになれません。この時対応したのは21歳の青年ロバートだった。この野郎、貧乏人だからってバカにしやがって。この対応に激怒したチャールズ、翌日の深夜彼はバンダナで顔を覆い再びガソリンスタンドへ向かった。一人で勤務していたロバートを見つけると、ロバートの背中にショットガンを突きつけ、金を出せ、
と脅す。恐怖に怯えたロバートは事務所にあった現金100ドルを差し出した。しかしこれだけでは終わらなかった。俺の車に乗れ。ロバートを脅して車に乗せ、郊外の空き地まで行くとこう命令したんだ。降りろ。急に車から降ろされたロバートは両手と膝をついた。そして次の瞬間、頭部に発砲されたロバートはなすすべもなく崩れ落ちた。チャールズにとって初めての殺人。その背中にゾクゾクとした感覚がよぎる。それは彼に多幸感と安らぎを与えたという。ロバートには妊娠中の妻がおり、新しい命が生まれてくることを楽しみにしていたそうだ。そんなことはお構いなしに、とにかく自分の邪魔をする人間を次々殺していくチャールズ。そしてそんな彼と証言が食い違うカレン。最終的に2人はどうなったんだろうね。結局死刑になったチャールズは1959年6月25日に電気椅子で処刑されている。一方まだ14歳だったカレンが告げられたのは終身刑。この年齢では最も重い刑となった彼女はネブラスカ州の刑務所に送られた。そして17年後の1976年6月、カレンは模範囚だったため仮釈放された。その後カレンは結婚、夫は亡くなってしまったが、現在でも義理の子供と穏やかに暮らしているんだ。そして現在でもカレンは無実として恩赦を求め活動しているという。恩赦を求めるカレンには多くの支援者がいるが、その中には驚くべき人物がいた。それは殺害された被害者の親族。被害者である彼らの中にも支援している人物がいるんだ。もちろんカレンの家族も彼女の無罪を信じている。カレンが14歳で犯した過ち、実際にカレンが2人殺したかどうかはわからない。しかし殺人犯と交際し行動を共にしていたということは事実だ。彼女は過去を振り返り、何歳であっても賢明な判断をすることの重要性を語っているという。最近は若者が軽い気持ちで犯罪を犯す動画を上げ、大きな問題となっている。若い頃に起こした行動はその後の人生を一生狂わせてしまう。その危険性について今一度考えるべきだと俺は思うよ。